はい、皆さんこんにちは。ペアです。ザカです。エリティブログです。最近私の好きな食べ物についての動画を作りました。私はなんでドイツに帰れないという話だったんですけど、そうだね。で、その中で本当に、まあ、日本食があるから本当に日本から離れられない、ということだったんだけど、もちろん日本食は全てが大好きというわけではないから、そうだね外国人が苦手な日本食もありますね。もう何これみたいな食べ物ショックを受けた。私は本当にめちゃめちゃ嫌いな日本食を今日皆さんとシェアしたいと思います。これレナだけじゃなくて多分外国人一般的に嫌いだろう、あんまり好きじゃないだろうなっていうのがリスト化されましたね。そう。で、じゃあ一つ目はホルモンです。焼肉本当に美味しいよ皆さん。焼肉が大好きだけど、なんで赤い肉以外にそのゴミみたいなものを焼いて食べるのかよくわからない。内臓系ね、ゴムみたいな食感のホルモン。ホルモンだけじゃなくて、そのハツとか、あとレバーとか、海外だとそれを捨てていきましょうみたいな感じ。ってことは海外では焼肉っていう文化はあるんだっけ、そもそも。いや、バーベキューだよ、バーベキュー。あー、になるんだよね、うん、だステーキをバコーンって焼くとか。そう、チキンを焼くね、だから塩タンとかはないよね。そういうのを焼いて食べるって文化ないもんね。ない焼肉文化がないから。そう、たか、うん、焼肉大好きだから。もう俺毎週焼肉食べに行くぐらい好きだから。で、一緒に食べに行くでしょ。で、たかがいろいろ注文していろいろ焼いて、うん、で、私もチャレンジャーだからもう何でも食べてみる、うん、とりあえず。今まででも慣れてない。だから軟骨とかもダメだよね。そう、軟骨はというか、そう、本当に1個食べてそう、んがんがんがん。だからいつも焼肉と塩タンか牛ヒレ。で、ちなみに塩タンも初めて食べた時に何これと思ってたよ。いや、あれはめちゃくちゃ美味しい。いや、めちゃめちゃ美味しいけど、ね、イメージをすると、あ、下ベロだから、ね、そう、下ベロを食べてるな、ちょっとなーみたいな。はい、2つ目、私は本当に嫌いな食べ物はもずく。おー、俺が本当に好きな食べ物だね。なんでそんなにグワッグワッ、美味しいじゃん。グワッ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 グそれ食感が好きなの。なんでなんだろうね。説明して。ネバネバとかヌルヌルしたものが日本人好きだよね。はい、3つ目、それもちょっとネバネバ系だけど、うん、とろろ。おお、とろろね。とろろと、まあそれからできた、なんだったっけ、長芋とか山芋とか、うん、全部こうちょっと芋だけど、だからこれはもうトロトロしたネバネバしたものでしょ。なんでそれ美味しいの、わかんない。本当に、いや本当にもう一回言うけど、私は何でもチャレンジングするよ。そうだ、何でも1回2回ぐらいは食べてみるけど受け入れられないよそれ。本当にもう、確かに俺も子供の時嫌いだったからね。あ、そう、子供の時は嫌いだった、トロロとか。今大好き。今は好きになったけどね。4つ目、もうこのテーマを続けて、うん、またネバネバ系。納豆。おお、これはね、よくあるよね。まあ、外国人は基本的に嫌いと言われるけど、うん、意外と外国人も日本人のようにもう好きな人がいるよ。だからその日本人がみんな納豆好きということではないでしょ。日本人もね、も嫌いな人いるよ、納豆。もう半分ずつに分かれると思うし、うん、外国人も意外と50%、50% で分かれるかもしれない。まあ、レナは食べれないってことね。ずーっとネチョネチョ、なんで日本人みんな顎弱いよね。こうネチョネチョ、柔らかいものしか食べない。硬いものあんま食べない。やばいよ、顎弱くなるよ。確かに。5番目、納豆は朝ごはんでしょ。朝だね、基本朝だね、食べるね。で、他のご飯に乗せて食べるもう一つ嫌いなものがあるんだけど、うん、生卵。卵かけご飯のコンセプトが
外国人すごく受け入れにくいです。外国の人は生卵を食べる文化がないんだよね多分ね。そうで理由がありますよ。日本と海外の卵ができてから食べるまでのプロセスとこ、うん、保管仕方とか違うと思う。生で食べるとサルモネラ菌が ついて病気になるという、もう海外で生卵一切誰も食べない。なるほどね。その 病気になっちゃうんだ。そうだから俺気をつけなきゃいけないね。ドイツとか行ってさ、ダメだよ、あ卵あるとか言ってさ、カチャ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 とか卵かけご飯食ったら次の日もうやばいよやばいよお腹やばいよってなってる。やばいよやばいよ。もう子供の時からこうケーキを作ったり、でケーキの生地に生の卵が入ってるんでしょ、で子供がこう食べるでしょ生のやつ。お母さんいつも注意されるよ。あ、怒られるんだ。食べちゃダメだよ、危ないよみたいな。だからそれが病気になるよって、子供の時からずっと生卵は食べちゃダメだよ、ね、危ないよっていうことが頭に入ってるから。だから日本に来て初めて卵かけご飯だったり、すき焼きに、そうだね、入れるもんね、卵が出てくる時に外国人はまず、それは危なくないみたいな考え方がある。だから日本に来て食べれるようになったじゃん生卵は。はい。でもそんな好きじゃないってことね。黄色いところが好きだよ。白いところはあんま好きじゃない。透明なちょっとぬるっとしてるところ。で一緒か。はい。一緒だ。これもぬるっとしてるからだね。あれちなみに温泉卵とかはどうなの？半熟系のやつ。温泉卵大好き。あ、それは好きなの。温泉卵が日本で初めて食べて本当に好きになって、もう何にでも白いご飯にもかけたり、パスタにもかけたり、サラダにもかけたり。もう何にでもかけるよ。あ、なんだったっけこの動画、レナの好きな日本酒だったっけ嫌いなものについて喋るのが辛いから、このまた好きな食べ物について話したいよ。次はこんにゃく。これぬるぬるしてないよ別に。そうでしょ、プリプリしてるでも私は多分個人的な問題かもしれないけど、外国人全員がそう思ってないかもしれないけど、ゼリー系のものが好きじゃない。ああ、なるほどね。でもこんにゃくとかゼリーってまあ一緒だけどさ、嫌いじゃん。うん。何が嫌なの？別に味もないわけじゃん、こんにゃくで言ったら。あ、食感。プリプリプリっていう食感がなの。あ、そう。不思議な人だね。うまいじゃん。いや。糸こんにゃくとかもうまいじゃん。すき焼きとかに入ってるけどさ。いやだね。変なゼリーも作ってるでしょ。なんかの。何、変なゼリーって。変なゼリー作ってないよ別に。日本変なゼリー作ってないよ何作ってもう本当にゼリー系のものが嫌いだし、その食感も嫌いだから、魚肉ソーセージとかも嫌いだし。ああ、そうだね、魚肉ソーセージ食べれないね。かまぼことかも食べれない。かまぼこも好きじゃないし。だから練り物があんま好きじゃないよね、うん、練り物が好きじゃない、ね、あれも食感が嫌だってこと。ちょっとこう食感が嫌。ああ、なるほどね。そう、私は大体食感が嫌だから嫌いになる次は私の日本と関係なく嫌いなもの、うん、どこにでもあるけど嫌いな、レナの嫌いな食べ物、ナスです。お、ナスね。もうそれ子供じゃん子供じゃんナス嫌いって野菜嫌い。ピーマンが好きだよ野菜嫌いな子供じゃん俺も嫌いだったよ子供の時は。ナスとかキャベツとか野菜系、人参とかもトマトとかも。タカは今でも人参が嫌いだよまあね子供だようるせえナス、ナス嫌いに言われたくないよ日本でいろんな作り方があって、こう、ナスのシーズンだとどこにでもナスが出てるからもう困るよ、まあ、いろんなところに入ってるからねはい、ラスト、私の嫌いな食べ物はイカです。こう生のイカ、お寿司とかに出てるのが、多分食感がちょっと寿司行ってもイカ食べないもんね、うん、でも屋台でさ焼いてくれるさ、鉄板で焼くイカあるじゃん、イカ焼き、あれはさ好きじゃん、食べるじゃん。あれは本当に美味しい、ね、もうだから生じゃなきゃいいのか、焼いたらいいの。うん、焼いたらいいけど干したらダメだよ。あー、スルメイカだから俺がビールと一緒に食べてるやつ
もうやばいよ、そこはあの食感の問題じゃないよ。まあ匂いでしょ。うわ、もや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 。いやもう本当に袋を開けた瞬間にもうバッ確かに。タカがこうニョン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 食べて隣でなんかバッてやばい。あれは匂いがうまいじゃん、ビールとか日本酒に合うんじゃん。なあれを食べれるようにならないと日本人にならないよ。だよね。ビザ発行しないよ。でも外国人嫌いだろうね、あれはね。匂いがダメだと思う。いやもうダメだよ。フィッシーな感じの匂いがダメだと思う。フィッシーじゃないよ、もうもう海をそのままここで持ってきて腐らせた感じ。な、誰がそれを食べようと思ったの。確かにね、あれ食べようと思った人すごいよね。臭いのが美味しいっていう不思議だよね、これね、日本人。何を考えてる日本人、本当に。まあ、3年間ここで動画を出してて、いろいろ食べに行って、ね、本当に何でも食べてることを動画にして、うん、で皆さんのコメントはいつもあれながこれが好きだから本当に日本人だねという、本当に嬉しいけど、いつも思ってるのが、いやでも本当に日本人が好きなものは今でも受け入れないから、そこまで日本人じゃないよっていう。スルメイカ食えるようになったら認めてあげるわ。そう、またそこがなんかあの変わったら報告します。あのもう一回振り返ってみると、日本食 90% が本当に大好きだよ。そうだね。でその 10% は今日動画にしたものです。ああそうだね、ほとんど食べれるからね。そうどこ行っても。で今日行ってないものは多分ほとんど全て好きだよ、ね、もう本当にもう考えて考えて何を嫌いかっていう。本当にあの 90% の日本食が大好きで、 10% の日本食が何これ日本人みたいな。他になんか この中で言ってないけど、あこれレナが嫌いだろっていうものがあればコメント欄で聞いてください。私が好きかどうかを返事します。食べたことなかったら食べに行けばいいしね。そうだね、食べたことないことはほとんどない気がする。うん、ないと思う。なんかお腹空いてきたわ、ご飯の話して。スルメイカ食べようかな、後で。やだ。ではこの動画をここで終わりにします。このテーマが楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録まだの人はチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画で会いましょうね。バイバーイ。